ちが歌ってきたかな。まるで魔法のように輝いた無数のフレーズが何百万何千万の悲しみを癒してきた。その一方アジアの極東、日本の隅っこの方、ただ憧れだけを追求した夢見がちなミュージシャン。才能も歌唱力もビジュアルもいまいちだけど、どっかで誰かが耳を澄ましてる可能性を信じて、世界中に響くような大きな力はなくて、たった一つの命も救えないけど。